今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は仁淀川沿いのグリーンココにやってきましたが、クローズだそうです。古民家カフェでランチ営業をしているんですが、クローズドになってたそうです。紅葉綺麗ですね。はい、残念でした。では別のお店行きます。自由軒にやってきました。ここはいつもいっぱいですね。かなり車止められるんですけど、満車でもう向かいの駐車場に止めてる車もあるぐらいですね。はい、こんな感じメニューはこんな感じです。で、最初ラーメンチャーハンセットにしようかなと思ったんですが、気が変わってですね、私ニラ豚炒め定食920円にしました。おばあは塩ラーメンですね。塩ラーメン680円です。はい、おばあの塩ラーメン来ました。チャーシューがでかいです。おお、煙ってしまった。ではどうぞ。はい、私のニラ豚来ました。十条行ってますね。で、味噌汁にご飯、大盛りですね。これ丼飯で、おしんぼです。ではいただきます。で、おばあからラーメンもらいました。あ、こんなにチャーシューくれてる、びっくり。それ俺のお箸。これどうだ。じゃあやっちゃいます。いのちを小川にやってきました。ここから歩いていきます。ここはいつも夏に歩くことが多いんですけども、この秋に歩くの初めてですね。川沿いに歩いてます。この川は仁淀川の支流の小川川の支流の垂水川ですね。橋まで歩いてきました。はい、高樽川ですね。岩川内で、あそこに沈下橋が見えてます。前はこの橋がなくて、あの橋を渡っていたそうです。上流側はこんな感じですね。いや、綺麗。バス停まで歩いてきました。いれ、もう時刻表が貼られてないです。とても川の色が深い緑です。仁淀ブルー。はい、ここは大岩壁ですね。で、こちら側もいかにも崩れてきそうな感じですね。さっき道路に落石あった場合には通行しないでくださいとか言って書いてましたが、もみの木山道路開通明治21年、もみの木集落までやってきました。この建物なかなか渋いですよね。もう使われてないようです。川の真ん中に杭のようなものが立ってますが、
ここに以前は橋がかかっていたようです。簡易郵便局まで歩いてきました。この下にあそこに石碑がありますが、前の高知県知事の中内努さんの石碑ですね。ここの出身だったそうです。いつもあの郵便局の向こう側の道を行くんですけれども、今回初めてこの郵便局沿いの道を行くことにしました。谷橋、多分この川沿いに上がっていくんだと思います。果たしてどこに行くんでしょうか。ここが大森線の起点のようです。大森ダムまでこの道続いているようですね。ずっとこの道を上がってきて、ここで分岐があってですね、この道ヶ内線っていうのがあるので、ちょっとここを行ってみることにします。橋がかかってました。じゃあここで引っ返すことにしましょうか。はい、では U ターンして戻ります。ここまでで51分 3.52 キロ、累積標高 213m 来てますね。でこれを同じ道を帰ることにします。はい、参拝していきましょう。千手観音、郵便局まで戻ってきました。でそこの自動販売機でカフェを買いました。ちょっとここで休憩してきます。戻ってまいりました。ここまでで1時間42分 7.13 キロ、累積標高差 220m でした。で今日は紅葉見られるかなと思ったんですけど、ちょっとこのルートは紅葉には向いてないですね。ただとってもこう気持ちよくて、肌寒いぐらいでしたけれども、快適に